皆様こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。三菱 UFJ アセットマネジメントの秋葉です。職業ごとに収入や金融資産の状況が違うので、どんな資産運用をしたらいいのか聞きたいというお声を頂戴します。そこで本動画では2つの職業を例に挙げまして、それぞれの傾向や資産形成の方法などについてお伝えします。また後半では、投資信託を運用している会社の社員はどのようにNISAを活用してどういったファンドを購入しているのか、アンケート結果を交えてご紹介したいと思います。具体例を交えてお話ししますので、ぜひご自身の資産形成をイメージしながらお聞きいただけますと幸いです。昨今は職業や働き方は多様化しており、ご自身のライフスタイルなどに合わせた様々な選択肢があります。会社員、自営業者、会社経営者、パート、アルバイトなど働き方が異なれば、収入や金融資産も異なってきます。今回は会社員と自営業者、フリーランスを例に、職業に合った資産形成方法についてお伝えします。まずは会社員の方の場合です。上の図は収入額、下の図は金融資産総額の推移のイメージです。収入額のグラフの通り、会社員は基本安定的な給与収入が見込め、退職時にはまとまった退職金を受け取る場合が多いです。大きな収入を得るチャンスは少ないかもしれませんが、安定した企業収入は強みですので、結婚や育児、マイホーム購入など大きなライフイベントの支出のためや、豊かなセカンドライフに向けてコツコツと計画的に積み立てをする方が多いのではないでしょうか。また怪我や病気など万一のリスクに備えて保険の加入も検討する方もいらっしゃいます。そして老後は現役時代に形成した資産や退職金で公的年金の不足額を補完していくことになります。日本もインフレを意識する時代になってきましたので、ただ取り崩すだけではなく、資産を運用してお金を増やす、寿命を伸ばすことも求められてきています。そこで会社員の資産形成のポイントは、現役時代の安定収入を生かした積み立て投資と退職金、年金の堅実な活用を行うための一括投資です。では積み立て投資と一括投資を行った場合の具体的なシミュレーションを見てみましょう。こちらはNISAの積み立て投資枠と成長投資枠をライフプランに合わせて活用して資産形成をする例となります。給与収入がある10年間は毎月5万円の積み立て投資をして、退職後は給与収入がなくなるため積み立て投資をやめて、その分退職後5年間に受け取った退職金を毎年240万円ずつ一括投資した場合のシミュレーションです。この5年間に分けて投資をする理由は2つあります。1つ目はNISAの成長投資枠の年間の非課税投資枠が240万円のため、5回に分けて投資をすることで成長投資枠の限度額を使い切ることができ、非課税効果を最大限活用できる点です。2つ目は投資のリスクを低減する方法の一つである時間分散投資を実践することです。退職金という大事な資金ですので、一度にすべてのお金を投資するのではなく、購入時期を分散することで高値掴みとなるリスクを低減させることも一つかもしれません。いずれも日本を含む先進国および新興国の株式が含まれている全世界株式に投資したとします。シミュレーションでは投資元本の合計1800万円に対し、15年後の資産評価額は約4816万円となりました。家族や自分にお金がかかって資産運用を始められず、余裕が出てきた頃に今からではもう遅いかもというお声をよく聞きますが、
まずは始めてみることが大切です。資産運用しながら使っていくことでお金の寿命を伸ばしていきましょう。次は自営業者、レストラン経営のケースです。先ほどと同じく上の図は収入、下の図は金融資産総額の推移のイメージを示しています。先ほどの会社員と比較をすると収入額に波があります。開業しても安定するまで時間を要したり、毎月の売上も確定していませんし、コロナ禍のような逆境もあります。また改装に伴う支出なども視野に入れる必要があります。一般的に退職金もありませんし、年金も国民年金のケースが多いかと思いますので、会社員より備えを意識した資産形成が必要と考えられます。自営業者の資産形成のポイントは、収入の増減に柔軟に対応した積み立て投資、老後の資金を確保するための継続的な資産運用です。では具体的なシミュレーションを見てみましょう。こちらは減額して積み立てを継続した場合のシミュレーションです。最初の10年は毎月5万円、後半10年は減額して毎月2万円で積み立て投資を継続したとします。積み立て投資元本840万円に対し、20年で資産評価額は約3818万円になりました。投資信託での積み立て投資は積み立て金額を柔軟に変更できますので、その時の状況に応じて金額を変更しつつ積み立て投資を続けることができます。資産運用のコツは長期、積み立て、分散です。レストランの経営状況などで収入が不安定になってしまうと、つい自分の資産への投資は二の次になりがちですが、積み立てする金額を減らすこともできますので、無理のない金額で続ける、もしくは積み立てをやめたとしても運用資産を持ち続けることが豊かなセカンドライフの実現につながるかもしれません。では投資信託の運用会社である三菱 UFJ アセットマネジメントの社員は自身の資産をどのように運用しているのでしょうか。私も聞かれることがあります。そこで三菱 UFJ アセットマネジメントの社員のNISA活用状況のアンケート結果をご紹介します。現在NISA を活用して投資をしていますかの問いに対し、すでに投資をしているが 67%、 まだ投資をしていないが投資をする予定があるが 28%、 合計 95% という結果になりました。大多数がNISAを活用または活用を検討していますね。次に右の円グラフをご覧ください。すでにNISAを活用して投資をしている社員のうち、積み立て投資のみを行っている社員は 57%、 積み立て投資と一括投資を併用している社員は 39% と、コツコツと積み立て投資をしている社員が多くいることが分かりました。次に実際に投資をしている金融資産を見てみましょう。投資をしている金融資産の1位は eMAXIS SLIM シリーズで 89% となりました。 eMAXIS SLIM シリーズの内訳を見てみると、1位が全世界株式オールカントリー、2位は米国株式 S&P500 となりました。1位の全世界株式オールカントリーは日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す商品で、オルカンとも呼ばれています。メディアで取り上げられる機会も多く、名前を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。なぜこの2ファンドが当社社員に選ばれているのか気になりますよね。まず一般的に世界の株価は長期では経済成長に連動する傾向にあります。ですので世界全体が成長すると考える方や、米国への一国集中に不安があるので分散投資をしたいと考える方は全世界株式を、米国の経済が
成長すると考える方は S&P500 を選んでいるようです。ちなみにこの EMAX スリムシリーズを三菱 UFJ 銀行で積み立てをしている社員になぜ三菱 UFJ 銀行で行っているのかを聞いたところ、給与や支払いと資産運用が一緒に管理できて便利だということでした。今回は職業別の資産形成と運用会社社員のNISA活用状況についてご紹介させていただきました。ライフスタイルは一人一人異なります。それぞれに合った方法で将来に向けた資産形成をご検討ください。今回お伝えした内容が皆様の資産運用の一助となれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ファンドのリスク、費用などについては画面を一時停止してご確認ください。